有吉直子です。こんにちは。今回は視聴者さんと一緒にアンサンブルをしようと思いまして、このクラリネットの二重奏の曲集の中から一曲取り上げたいと思っています。この本はクラリネットデュエットアルバムというタイトルになっていて、ヤマハミュージックメディアコーポレーションから出ています。詳しくは概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はそちらから購入してみてください。それからメール講座を毎日書いています。体のことや心のこと、楽譜の読み方や練習の仕方、耳の使い方などいろいろ書いています。無料で全部読めますので、これも概要欄にリンクを貼っておきます。そこからぜひ登録して読んでみてください。まず最初に取り上げる曲はエーデルワイスです。私は1番パートを演奏しますので、視聴者さんは2番パートで演奏して一緒にアンサンブルをしてみていただければと思います。ありがとうございました。エーデルワイスでした。ぜひ吹いてみてください。